磨くかのごとくもグッグッてはい、こんばんは。あ、テポドンです。はい、コウさんです。はい、まあ僕の話あんま大したことないんですけど。じゃあ帰ってください。あ、いや、あの一個だけ言います。はいはい、中2の時なんですけど。中 2? はい、うん。で、あの中2の時に僕あんまりそんな自分からガツガツ友達作ろうってやつじゃなかったんで。はい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 。まあちょっとまあいじめられてるみたいな感じがあったんですよ。うん。あ、いじめられてたんだ。まあまあ軽くですけど、うんうん、まあパシられたりとか、うん、はい。で、軽くないけどね、うん。まあ、うん、まあ僕に、うん、はい、ごめんなさい。で、それで、その、まあ、僕をパシったりしてくるやつらに、うん、その、じゃんけんしようぜみたいなこと言われて、うん、で、それで、まあ僕、じゃんけんして、まあ、たまたま負けてしまって、うん、で、それの罰ゲームが、うん、あの、社会の先生が、うん、まあ、いたんですけど、うん、その先生、ハゲてて、うん、で、そのハゲの先生の、後頭部に、うん、あのマッキーで、うん、なんか絵を描けみたいなことやったんですよ。で、それを全然知らないままじゃんけんで負けてしまって、うん、やらされることになって、うん、まあ、僕もちょっと怖かったんで、あの抵抗ができなくて、うん、そのまあもうやるよみたいな感じだったんで、うん、やろうとしたんですけど、うん、で、それでまあ授業、社会の授業が終わった後に、うん、そのそいつらが、あ、その僕をパシってたやつらが先生を引き止めて喋ってる隙に後ろから、うん、あのマッキーの太い方でもうぐるっと、うん、あの丸でもなでもいいから書こうと思って、うん、もういや、もうどうにでもなっちゃえと思って思いっきり丸を書いたんですよ、うん、で、そうしたらまあ、あの女を怒られて、まあそりゃな、あ、まあ、うん、それはそれで怒られて、うん、で、それで、あの、生徒室みたいな、なんか指導室みたいなとこ連れてこられて、まあ、そりゃそうやな、うん。で、それで、その先生に、あの、まあ、怒られた後に、俺の頭を拭けと言われて、うん、で、1時間ぐらいずっと拭いてたんですけど、まあ、マッキーやでちょっと落ちづらいわな。ね、うん、僕もちょっと涙目になりながら、うん、一人でただひたすらその先生の頭を雑巾で、もう、あの、水晶を磨くかのごとくもグッグッってずっとやってたんですけど、あのカノッチャの方でな、あ、そうです、あの落とせなくてまあもうその先生にはもう、そう、まあ先生頭見えないんで、うん、まあ分からないやろうと思ってその、あ、もうごめんなさい、もうちょっとあの黒、ちょっと黒ずんでるぐらいのところで、あ、ごめんなさい、あ、終わりましたって言っちゃって、で、それでまあ、その後、まあ、返してもらったんですけど、まあ、それ以降の次の日の授業とかも、卒業するまでずっとその先生の頭の後ろ、いつまでも黒いままで、もうちょっと申し訳ないな、みたいなことをずっと思ったまま、あの、大きくなってしまったんですけど、で、この前、たまたま、まあ、中学が近所なんで、その近く、チャリで歩いたときに、あの、チャリこいでるときに、その先生会って、あ、ちょっと喋ることあったんですけど、うん、その喋った後、あの後ろ帰るときに頭をちらって見たらその部分もう、その先生カツラをつけてたんで、うん、見えてなかったんで、まあ、先生カツラつけたんですかみたいなことを冗談で聞いたんですよ、うん、で、それで外してもらって、うん、あ、ごめんなさい、ちょっと今取れてるかちょっと見たいんですけどみたいな感じで、いや、あのことかみたいな感じで言われて、うん、で、まあ見せてもらったら、うん、その部分がなんか明らかに肌の色とおかしくて様子がで、先生これどうしたんですかって聞いたら、あ、なんか奥さんにその明らかに黒いなってるのがおかしいって言われて、なんかその絵の具を塗られたらしくて余計取れなくなったみたいなことを言ってて、なんかそういう話なんですけど、なんか奥さんも僕と同じようなことをして、その先生一生その絵の具取れないみたいなことになっちゃって、なんか
一生それが心残りですね。クソ方が今もう、はい、やべえ、やったことやばいよ。もうちょっと申し訳ないっすね。いやごめん、めちゃめちゃおもろかった。ありがとうございました。いや一番おもろかった、これマジでめちゃめちゃおもろかった。いやまあちょっと今思うとほんまに申し訳ないんですけど。いやそれおもろいな。あ、はい、さあこんばんは。こんばんは。はい、聞こえますか？聞こえるよ。今高3で、うん、中1の時の話なんですけど、うん、当時彼女がいて、うん、まあ自分の部屋とかでよく遊んでて、うん、まあ当然そういう雰囲気になるじゃないですか、うん、でなってで、まあ、夕方になって帰ろうかって言って、うん、帰って、ちょっと散歩をして帰ったら、うん、ベッドの上に洗濯物が置いてあったんです、うん、で、その中に、彼女のパンツがあって、うん、ぽいものがあって、うん、で、当然、焦るじゃないですか。焦るな、それは。うん、で、焦ると同時に、まぁ、あ、ちょっと、やっぱ興奮しちゃうじゃないですか。まあ、そうね。うん。まあ、はい。で、その夜、まあすごい、するわけじゃないですか、それ持って。うん。そう、まぁ、ちょっと、あの内容は言えないですけど、うん、結構、こう、過激なことをやってしまって。うん。で、まぁ、5回ぐらいしてしまって。5回。おう。で、もう当然疲れ果てるじゃないですか。もうシワシワよ。うん、出るもの全部出ちゃったみたいな。うん。で、もう疲れ果ててティッシュの処理だけはしないといけないなと。まあそうだね。うん。で頑張ってもうゴミ箱まで行って捨てて。うん。でそのまま寝ちゃったんですよ。ああ力尽きてね。5回もしたし。力尽きて。うん。そう。で朝起きたら。うん。その、まあ、そのパンツがないと。はいはいはい。でめちゃめちゃ焦って。焦るわな。うん。いろんなところ探しまくって。うん。で、まあちょっと顔面真っ青になりながらちょっと台所行って。うん。で台所行く途中に、うん。自分姉がいて。姉？はい、姉がいて。うん。で、姉貴の部屋をちょっと見えたんですよ。うん。で、姉貴も、着替えの準備を、学校の準備してて。うん。その時に、ちらっと見えたんですけど、うん、その、G 行為に使ったパンツを履いてたっていう。姉貴が？そうなんですよ。で、そのパンツは、うん、彼女のじゃなくて、うん。姉貴のだったんですよ。やばっ。でもよく考えたらそもそもパンツ履き忘れて帰ることなんてなくないですか。まあまあ確かに。当時の僕はやっぱ中学1年生でやっぱ性にもそうガンガン興味あって、うん、パンツ見つけたら大興奮で、やばっ、今鳥肌だった俺。分かんなかったんだ、見てパンツ似てたんだ。そうですね、そうなんですよね。でどうなったので、そのことを、まあ、当然、やばいと思うじゃないですか。うん。で、そのことを、ちょっと誰かに相談したくて。うん、うん。でもやっぱ、男に相談したら学校生活終わるな。まあまあ、確かにね。なんでかわかんないけど、まあ、彼女に、ちょっと言っちゃったんですよ。うん。そしたら、振られましたね。おう、なんて言って振られたの？キモって言って。いや、そりゃキモいよ。やばいやろ。それ彼女のだったら許されたんかな。いや多分大丈夫だと思います。いやキモいだろ。いやマジでキモいっすね。振られちゃったんだ。はい。やば、お姉ちゃんって誤解。ああ名前変えてきて、後でミクダムの。はい、
もう一回言ってください。お姉ちゃんで誤解に気に名前書いて。何でですか？ミルダムのアカウントで。ミルダム、わかりました。あとでコメントしてね、お姉ちゃんで誤解に、ね、誤解に気って名前で。わかりました。うわぁ、もう、もう黒歴史だ、それは。いや、もう大黒歴史です。いや、間違えて、お姉ちゃんが履いてたとかだと思ったら、もともとお姉ちゃんとか、それ。いや、それは振られるわ。ちょっと、あんま大きい声で言えないけど。いや、まあでも、いいものだ、それは。じゃあもう彼女の次ってことだよね、俺に話したのが。あ、そうっすね。二人目っちゅうことか、俺は。そうっす。いやお姉ちゃんそれ知ってんの？いや、知らないですね。さすがに言えない？はい。ああ、そうよな。蹴り殺されるで、多分。いや、もうそんなレベルじゃないと思います。ちなみにその、ブツで、はい。どういう使い方したん？言える範囲で。いや、ちょっと。あー、結構、あれか。まあね、かぶせましたね。あー。まあ男ってね、そういう高一 IQ2 ぐらいだからさ。そっか、はい、強く生きてな。はい、頑張る。いやー、こうやって、さっきのね、さっきの、ハゲ頭に書いた話、超えてこんやろ思ったら、別の、まあ、比べるとかじゃないけど、しっかり来たよね。いやー、黒歴史だ、それは。こういうのが黒歴史よ、みんな。なあ。お姉ちゃんで誤解に行き。そうっすね。わかった。ネキで誤解に行きにして、名前。ネキで誤解に行き。わかりました。お姉ちゃんでって言うとちょっとあれだから、ネキで誤解に行き。うん。はい、それでいこう。もうみんな覚えるから、これ。はい。了解です。いやじゃあまたね。はい、ありがとうございました。おもろかった。これ、小学校の時なんですけど、うん。自分の小学校、ちょっと田舎の方で、うん。PTC みたいなありました。なんか、クラスのみんなで集まって、うん、休みの日になんかをするみたいな。ないあ、なかったっすか？なんか僕の地域それがあって。あ、あったかも。ザリガニ取りに行ったみんなで。ああ、そう、そんな感じで。川に、うん。僕らなんか夜星が見えるぐらい綺麗な、なんか田舎っぽいとこ。はいはい、もう、小学校の時。もう、俺も田舎だからわかるよ。星綺麗よな。うん。そう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 。それで夜に、なんか、天文の人を一人呼んでみんなで星を見るみたいな会があったんですよ。うん。日曜日に。うん。それで、まあ、夜星見てみんな綺麗だな。って言ってた時に、俺めっちゃうんこしたくなって、はいはいはい、日曜の夜なんで学校のトイレ空いてないじゃないですか。うん。で、田舎だから周りにも何もないから、うん、やるところないってなって、はい、まあ、追い詰められましたね。そうそうそう。それで友達一人にどうしようって言って、うん、したら裏の駐車場でしてこいって言われたんですよ。うん。で、そこで俺めっちゃでっかいうんこして、あ、トイレ？いや、もう裏の駐車場みたいなところがあって、うん、うん、で、そこでして、うん、で、もうすっきりしたと思って、うん、で、帰ったんですよ、その日はもう何事もなく、うん、で、次月曜日じゃないですか、うん、で、朝の会みたいなのあるじゃないですか、小学校って、うんうん、で、したら先生たちがなんかちょっと遅れたんですよね、来るのが。はい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 。全クラスの先生たちが。なるほどなるほど。で、先生がみんな慌ててバーって教室に入ってきて、うん、皆さん聞いてくださいと、はい、学校にクマが出ましたって言われて、はい、うん、教員の、うん、駐車場にクマのうんこがありましたって言われて、うん、俺のうんこが写真に現像化されてそっから1週間クラスの前にずっと貼られてました。やばそう、俺と友達しか分かんなくてさ。おい、どんだけでっけうんこしたんだよ。クマっすよ、クマ。いや、写真で現像されたのやばすぎだろ、マジで。そうそう、めっちゃ恥ずくて、俺。うん。やばいよ、え、帰り、早退しましたもん、俺。え、友達は同じクラス？
そう、同じクラスで。え、じゃあ。なんすよ、そいつ。うん。もう、先生がうんこ現像してきた瞬間に、俺の方めっちゃ見てきました。うん。でも、そいつともう喋ってないっす。え、で、結局、バレずに終わったん？バレずに終わった。そいつが言ってないんですよね、多分。めっちゃ仲良くて。ああ、いいね。いいやつ。そう。そう、これ、ほんまに初出しっすね。やば。そうなんですよ。いや、写真現像されて、うわ、これ、俺のやつだってなったわけだ。そうっすよ、そうっすよ。いや、え、しかも全学年、全クラスですか？やばいよね。マジ、メンタルやばかったっす。これ、いるんちゃん？いるんちゃん、視聴者に。いや、しんどいしんどいしんどい。クマの。え、これ、切り抜くよ、動画で。あ、いいっすよ。動画で切り抜いて、ねえ。いや、これは絶対いつか話したら面白いなと思って撮っとったんですよ。俺じゃんみたいな、なるんじゃないそれだって。そんなん全国に、ねえ。いやー、おもろいわ。写真現像されるのはやばいな。その友達は一生大事にしな、マジで。そうっすよ、ほんまに。いやー、面白いわ。ありがとうございます。それは確かに自信あるわ。うんうん、それ強えわ。いや、ノグソつけるときさ、しんがりつけなかったの、しんがり。あの、戦で言うさ、こう、見張り役みたいな。いや、もうなんか、親もいたんで、そこ。うん。なんかもう、そんなにやっぱり、子供が急になんかやっぱいなくなったら、なんか、夜だったから、騒がれるかなと思って、うん、でも、そいつにもそこの、その場に動かないでもらって、もう俺だけ一人で。裏でやってきました。何で拭いたん？もう拭いてないっすよ。拭けるもんなんかなかったんで。え、じゃあそのままパンツ吸ってあげた。そうやばっ。パンツ捨てたっす。絶対、いや、気分悪いな、それ。そうですよ。やばっ、気持ち悪っ。ザゲンの早く消えろ、お前。汚ねえわ、帰れ、お前。お疲れ様です、頑張ってください。ああ、いや、マジかよ。俺一回葉っぱでしのいだことあるけどね。